照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続き、ショーヘイズ VS チェインボンズさんダブルヘッダー2試合目の後半です。まず先頭クリッチがアウトとなってしまいます。そして前の打席でね、ヒットを打っていた宝崎さん、これもね、技ありで運んでいきます。2打席連続ヒット、ナイスバッティング。さあ、お次のバッター、くすぬきくん、これがダカダカーと上がった打球がセンターフライとなり、ツーアウト。めちゃくちゃ高く上がりましたね。お次はケントくん、これが打たされてサードゴロとなってしまいます。ランナーね、出したんですけども無得点となってしまいます。そしてピッチャーはケントくんにスイッチしております。はい、先頭をサードフライ、両平がちりとキャッチ、ワンアウト。変わった場所行きますね。はい、そしてお次もサードイレギュラーバンドをファースト送球、これクリッチ、ナイスカバーです。ありがとうございます。はい、スリーボールツーストライク、これが外れてしまってツーアウトから出塁を許してしまいます。はい、そしてこれが前に飛べたんですけどね、ちょっと見失ってしまいました。ランナー進塁、ピンチとなります。はい、そしてこの打球打ち取ったが、めちゃくちゃ不規則な打球、これを良平が落とす、落とすというかもうお手玉ですね。はい、情けない。はい、ただこれ監督バッター三振に打ち取ります。なんとか、無失点で抑えております。繋いで1点でも多く返したい翔平図、先頭は翔平から、はい、コツンと当てた打球が、これがセンターに馬淵さん守ってるのね。センター馬淵さんが掴んでワンアウト。お次のバッターは斉藤さん、先ほどはレフトオーバーの二塁打となっていますが、この打球しっかりと振り抜く、これがライトの頭を越えていく。さあ、斉藤さんといえばこの足です。この足もう二塁、またもうね、ベンチから2周いけるぞ、もう一周もう一周と言っています。はい、ホームイン、快速飛ばしてホームラン、翔平 TV。 はい、ナイスバッティングです。ちょっとね、ラガーズは不調だったので、こういうところで一歩見れて嬉しいです。はい、続く両平、続きたいところだが、これがサードゴロとなってしまい、ツーアウト。さあ、ヒロト、ツーアウトからどうにかなるかといったところだったが、ファーストフライ。まで高速倒れてしまいましたが、1点取ることができました。そして、ピッチャー不足だったため、チェインボンズの江口投手に来てもらいました。そして、先頭バッターの馬淵さん。えぐい打球はレフトオーバーとなります。やばい、やばい、もう。いつの間にか消えてたよね。いやー、完璧打球ですぐさま同点に追いつかれてしまいます。いやー、ナイスバッティング。さあ、ここから切り替えていきたいところ、これがフラフラっと上がった打球、ちょっと間に合わず落ちてしまう、ランナー一塁。そしてこれ、うまく振らせたんですけどもね、これがボールデッドとなって、はい、ランナー二塁となります。これ逆球だったんですけども、入ってる判定で見逃し三振。次バッター大井さん、これうまいっすね、いやらしい。ただ宝崎さんのナイスポジショニング、ちょっとね、打たれた瞬間落ちたと思ったんですけどね、いや、守備位置が良かった。はい、そしてこの打球はライトの横に落ちていく、止まんないっすね、チェンボンズさん。はい、もう10点目になります。さあ、次バッターケンさん、これちょっと検査に力んだかな。ファーストクリッチ掴んで、ベースカバーしっかりと、コンビプレーでしっかりとアウトに。さあ、ね、10点取られてしまいましたんで、9点差なんとか返していきたいところ。先頭はゆうすけさん、でこれがうまく打たされてしまい、ショートゴロ、ワンアウト。はい、お次のバッターはクリッチ、これも打たされて抜けるか抜けるか、ただこのプレー、この回はチェインボンズさん、いいプレー続いてますね。いやー、もうほぼ断ち切ってないで投げてますからね。はい、ここまで2安打の宝崎さん、
この打席もヒットの期待がかかるが、これが打たされてしまい、ショートフライ。堅い守備に阻まれてしまい、この回も無得点となってしまいます。はい、お次の回からキャッチャー良平に変わっております。先頭をね、うまーく溜めてライト前持ってかれました。いや、ナイスバッティング。はい、デッドボールいった。申し訳ないです。申し訳ないです。さあ、ノーアウトでピンチ。この打球高く上がった打球がセンターフライ。これがタッチアップで、ランナーが三塁まで進塁。そしてね、セカンドベース開けちゃってました。隙のない走塁で一塁ランナーも進塁し、ワンアウト二三塁のピンチ。ただここはアウトロードまっすぐで空振り三振。そして、ピッチャーフライに打ち取って、無失点。ナイスピッチ。さあね。なんとか点を詰めていきたい翔平図。先頭楠木くん、しぶとく持っていく。コードの流し打ちで先頭出塁です。さあ1試合目でホームラン打っている健人くん。さあこれデッドボールですね。デッドボールランナー溜めました。さあ翔平、これが打たされてしまう。ショートゴロでゲッツーとなってしまうのか。走る走る走る。これがね、守備の乱れを誘ってゲッツーを回避。そしてランナーがホームイン。この回に1点を返します。さあなんとかで少しずつでもいい1点ずつ返していきたいところだが、これがピッチャーゴロとなってしまい、ランナー進塁できず。さあ先頭の良平、なんとかつなげていきたいところ。これをよいしょ、合わせてセンター前へ。ツーアウトだからね、ピンチを拡大することができました。1、3塁のチャンス。そしてヒロト、この場面をしっかりと選んでフォアボール。ツーアウトながら満塁。そしてユウスケさんの打球、これさすがケンさん、あそこのボール取られてしまいましたね。まあ、満塁のチャンスだったんですけど、この回1点止まりでした。はい、もう時間的に最終回かな。はい、多分最終回になると思われます。先頭の馬淵さん、またもとんでもない速い打球とです。さあそしてこの打球をナイスキャッチ、グッドプレイ。宝崎さんの華麗なスライディングキャッチ、ふー、ナイスキャッチです。さあワンアウト。さあ走っていく、完璧に盗まれましたね。はい、セーフ。これでね、ピンチとなってしまいます。はい、そしてこの打球、ナイス勝利です。ツーアウト。最後の最後で最強打者オッチョさんが登場。ただ三球三振に抑えてゲームセット。時間のため試合終了です。シェインモトさん、ありがとうございました。翔平ですね、定期的に開催しています。皆さん参加よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃー、えぇー、いけいけいけ、そう、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。君だ。